はい、こんにちは、アスカです、今回はタートルをやっていこうと思います。で、タートルは前提として、両方の一肩チェアをできるようにしておいてください。で、タートルで多い間違いが両方のチェアで刺してしまう人が多いんですけど、実際はまず軸手の方だけ一肩チェアを刺して、この状態から逆のチェアの肘に向かって回っていきます。で、回ってきたら今軸のチェアが離れたので、またこの軸のチェアを自分の体の下に持ってきます。で、また逆の手をフォークについて、この肘の方にまた回転させていきます。これを繰り返すと、はい、こんな感じになります。で、最初は膝をつけててもいいので、こんな感じでまずは体の順番を覚えてください。もう一回言うと、まずは軸の一肩チェアで、逆の手を遠くについて、この肘めがけて体をスライドさせます。で、この軸が離れたら今度この下に軸チェアを持ってくる。で、また逆手を離して、またそっちに体を引っ張る。で、この順番を覚えてきたら、どんどんこの膝を地面から離れていって、これを一肩チェアの上で行います。はい、こんな感じです。で、最後これが慣れてきたら、今度意識することが、この体を移すときにできるだけ下半身を振りながら移していけるようになると、この下半身でも勢いがつけれるようになるので、どんどんスピードがついていきます。はい、以上になります。で、技自体すごいシンプルなんですけど、両方の人型チェアが必要で、かなり基礎力がいる技になってくるので、まずはしっかりと両方の人型チェアを安定させてから練習してみてください。で、クリケットとかハンド系の一つアクセントになると思うので、ぜひまだの方は習得してみてください。で、チャンネル登録と高評価まだの人は、ぜひそちらもお願いします。では、ありがとうございました。はい、今動画がスマホに入っている方、俺らに動画を送って。自分たちは今オンライン部活をやっているので、僕たちと一緒に上手くなりましょう。